はいどうも、ヘビフロッグと申します。というわけで今回はこの超音波虫除け器を使って実験をします。どういう実験かというと、この超音波虫除け器をこの大量のゴキブリに近寄せてどのような反応をするのか、これを見ていきます。今回はそういう実験をします。で、この超音波虫除け器というものが何なのか、まず説明していきたいと思います。説明では超音波害虫駆除器と呼ばれています。で、どのような原理で害虫を駆除するかというと、80から120平方メートル範囲の超音波を放射します。で、ネズミや蚊や害虫の脳波に干渉し、超音波の環境で不快に感じさせ、徐々に移動させたり離れさせたりしますと書いています。まあ、つまり簡単に説明すると、ネズミや害虫しか聞こえない超音波を発信させることによって、そのような害虫が不快を感じて遠ざかっていくという優れものです。すごいですね。音だけでネズミや虫を遠ざけることができるんですね。ちなみに直接ネズミや蚊などを殺すことはできず、駆除させることができるだけですと書いてあります。まあ、要するに駆除させる、まあ、追い払うっていう意味ですね。それができるというわけです。120平方メートルの範囲で超音波を放射すると書いてあるので、大きさの割に効果は広いんですね。使用開始3週間から4週間頃効果が完全に発揮されるため、焦らず効果を発揮するまでお待ちくださいと書いてあります。まあ、大体4週間ぐらいで効果が出るんですね。というわけで今回はこのゴキブリたちのこの虫かごの左側に置いて、どのような効果が出るのか、これを検証します。いや、素晴らしいですね。これを使うともう害虫を見ることも触ることもありません。これでお互い干渉せずに住み分けが実現できるというわけです。じゃあ試しにどのような音がするのか、この僕が聞いてみます。じゃあまずはこの基板で色あせたコンセントに挿していきます。ほら、電源ボタンを押します。ほら、この部分から超音波が出始めます。耳を近づけて聞いているんですが、何も音は聞こえませんね。僕らからすれば聞こえない音なんですね。僕が聞いても何も聞こえないんですが、こいつらからしたらかなり不快な音なんでしょうね。じゃあ早速実験していきましょう。それではどのような反応をするのか早速やっていきましょう。ちなみに今ゴキブリはこんな感じです。ちょうど均等にばらけてますね。こんな感じに設置しました。それではこの超音波のスイッチを早速押していきます。3、2、1、くらえ。電源が入りました。今超音波がゴキブリを刺激しています。少し時間を置いて見ていきましょう。それではどうなっているのか見ていきましょう。見た感じゴキブリが偏っていることもなければ、弱っているというわけでもないですね。単純に嫌な音を出してゴキブリを追っ払うものではなくて、活動のリズムを狂わせる、まあ、生活リズムを狂わせる超音波ですね。これを出しているので数時間では効果は出ません。くらえ。おら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 お、この超音波の機械にビビってゴキブリたちが移動し始めました。おらおら、お前らあっち行け。おらおらおら、興味を持って近寄ってきているゴキブリもいます。はい、というわけで今回は超音波虫除け器を使って実験してみるという動画でした。やはり3週間ほど期間を見てみないと効果はわかりませんね。ただ説明に書いてある通り、この商品を使えばネズミやゴキブリなんかの害虫を追っ払うことができるので、よければね、皆さんぜひ買って使ってみてはどうでしょうか。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。